東洋横浜大学マネージャー目黒です。本日行われましたアミドバイタルカップ2回戦、筑波大学との試合は2対0で勝利をすることができました。監督の選ぶ MVP は篠原智也選手です。自身のゴールを振り返ってどう思いますか？和田君が2本ともいいパスをくれて、あとは決めるだけだったので、和田君に感謝しています。3回戦の意気込みをお願いします。3回戦も勝てるようにチーム一丸となって頑張るので応援よろしくお願いします。それではハイライトどうぞ。お願いします。